千石場駅は千葉県銚子市の地理町にある東日本旅客鉄道成田線の駅である。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホームはかさ上げされていない。北側の一番線ホームの北側に接して駅舎があり、2つのホームは下草豊佐と方の古線橋で結ばれる。旧駅舎は木造平屋建てで外壁にはトタンが張られていた。 1974年から無人駅になり、駅舎内部の窓口は板で埋められ、待合所部分のみが使われていた。自動券売機などの設置はなく、乗車駅証明書発行機が窓口のあった部分に一台設置されていた。2007年1月の改築後は、屋根と透明な板で囲われこの字をした、簡易な待合所券駅舎となっている。また、2番線のホームには小さな、 待合所が一棟建てられている。トイレは男女別の推薦式で駅舎内部に設置されている。旧駅舎だった頃は駅舎とは別当の男女共用の組取式であった。調子駅管理の無人駅で乗車駅証明書発行機、簡易追加改札機が設置されている。2006年度の1日平均乗車人員は511人である。千葉県統計年館によると 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。トネカモメ大橋駅舎は北側に位置し、トネ川の右岸に位置する駅で約500メートルほど北へ行くとトネ川に突き当たる。駅の北側を国道356号が走り、北西へ約1キロメートルほど行くとトネカモメ大橋がトネ川を渡っている。駅前に大丸交通の野尻営業所があり、 タクシーが待機していることが多い。駅舎の反対側には、長子市立長子高等学校の仮校舎があったが、2018年より長子スポーツタウンとしてリニューアルしている。出店。ありがとうございます。